図形クイズ、正九角形を利用した長さの問題です。では始めましょう。図は一辺3センチの正九角形の各頂点を中心として半径3センチの扇形を描いたものです。青い線の長さを求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説します。正九角形の内角の和は 180×9-2 を計算して1260度であり、一つの内角はそれを9で割って140度です。右図のように補助線を引くとき、AB、AD は正九角形の一辺より3センチ、BC は扇形 BAE の半径より3センチ、CD は扇形 DAF の半径より3センチです。つまり三角形 ABC と三角形 ADC はAC が共通により三辺が等しいので合同な二等辺三角形です。よって各 BAC は140度の半分で70度、各 ACB も二等辺三角形なので70度です。よって三角形 ABC の内角の和により各 ABC は 180-70×2 で40度です。また三角形 BGE も三角形 ABC と合同により各 EBG イコール各 ABC イコール40度です。すると各 ABE も140度より各 GBC は140から40の2つを引いて60度と分かります。よって扇形 BGC は中心角60度なので弧 GC の長さがそれにより求まり、それが全部で9本あるので計算式は3×2×3.14×360/60×9を計算して 28.26 センチとなります。